はじめまして、吉澤です。よろしくお願いします。まず、翼のレタレンジャーから歌わせていただきます。よろしくお願いします。
じゃあ次はムードのある曲を。ラビゾーバー、聴いてください。
まああの時、いやいやいや、そうですね、はい、で先ちょっとエミさんご無沙汰してるんですけど、去年、まあ、人類の誕生から考える神様の歴史という本を書きまして、あ、今日初回で、今年9月に、その本が電子版になりました。まあ、電子版になったら揃うかなと思ってたら、その電子版がちょっと遅れまして、どん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 伸び放題になっちゃって、いや、これちょっとどうしようかなと思ってるうちにこのまま来ちゃいましたまあ、今その続編も書いてるんですけど、おそらく、まあ、前回の本が5万ちょっとの目指すので、今度のは多分8万から9万ぐらいになると思います。前回の考え方としてね、抽象的なものから抽象的な概念が成長してきたんだという、抽象的なものは古く、抽象的なものは新しいという考え方を示したんですが、今度はもっと具体的に神様ってこういうふうに考えたかというのを示したいと思います。楽しみですね。まあ、というわけで、いやらしい話、印税はどうなんですか今日もちょびちょびですね。それで吉田拓郎がスタッフに移った時に、中島みゆきが作詞作曲をして拓郎にプレゼントをしたというね、そういう曲がありまして、それはちょっと。
希望を持つ手打てると最後まで嘘をつく嘘をつけ永遠の力の代わり大事な一致の周りたとえ空腹に耐えしまでもなくれても空腹に抱え風のように鮮やかに
ありがとうございます。ありがとうございます。
時々最近鮭に似てるって言われます。え？鮭に似てる。薬はやってません。Thank you.
Oh,